ダメだね。はい、楽しかった。楽しかったみんな。ねえ、やばいよねもうね。かっこよすぎないちょっとね。ねえ。はい。やばいね。ねちょっとメンバー紹介して。そうですね。じゃあメンバー紹介したいと思います。はい。じゃあ13位から13位ヒカル。ヒカルありがとう。ありがとう。いやー。あもうダメだ。この流れダメだ。ねもう。はい。12位たくまさん。いやー。いえ、たくまさん。ありがとう。いえ。ありがとう。11位、ヨッピー。はい。ケンタロウ。はい、はい、9位マサト。はい、はい、8位ジュニア。はい。7位一発。はい、6位タケヒロ。ありがとう。5位オーリー。4位りょうじ。あと3位なおや。ありがとう。2位ライキー。で最後1位坂家。おめでとう。おめでとう。いや坂家さんかっこよかったね最後ね。うん、倒れるんじゃないかなって心配して見てたけど本当にもうもう倒れても大丈夫ですね。はい、もうね、やりきりましたね。じゃちょっと一言坂家からもらってもいいですか。ちょっとそうですね、お願いします。本当に長い間招待の関係者の皆様ありがとうございました。こうやってね自分で本当に、まあ、卒業を決めてそういう気持ちで最後の踊りに臨める、しかも1位という最高の順位をいただいて、こうやってメンバーにも囲まれてたくさんのお客さんにも見ていただいて本当に幸せです。ありがとうございます。頑張ったね。頑張ったね、めっちゃね。ありがとうございます。本当にヒロさんありがとうございます。全然全然、こっちがお礼言いたいぐらいみんなに本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあね、また来週来週来るよね。うん、来週ね、ね、来てよ。この涙は何だろう。俺来週まで、はい、さっき言ったの、来週まで俺ペアチケ取らないからねって言ったの。来週チェキ取りに来てください。ペアチケ取らないよって言って、ね、だから来てねって言ってね。いや。やっぱね、まあ、坂健がね、まあ、今回、まあ、主役なんだけども、やっぱ一人ずつがやっぱ主役で、メンズってやっぱその同じナンバーなんだけども、今日やっぱずっと見ててやっぱセンターが変わることによってやっぱ全然違うなってやっぱちょっと改めて思って、もちろん、ね、前回のセンターの
のナンバーもすごい良かったし、今回もこの人がセンターだったらこんな感じになるんだっていうのもあるし、それをねやっぱ周りでこう支えてね、やってるのがやっぱすごい素敵だなと思って、まあでもそれがあるのはやっぱりみんながやっぱ1ヶ月間応援してくれてるおかげだと思うから、それをやっぱりこのメンバーがそれを返してくれるっていう、このなんかこのなんかいやもうそれのあれでもうすごい感動しちゃって自分は。なのでね、なんか いいなってちょっと思いながらメンズってね、はい、そう毎回やっぱり熱くなっちゃって、メンズってやっぱりどうしてもあのね、やっぱ通常賞があってこそのだなと思うのでね、まあ、これからも、まあ、通常賞とメンズとね、あの応援よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もこれで終わりますけども、はい、またあの来月からもメンズもどんどん盛り上げていきたいと思うので、引き続きあのスクランブルも昼公演も全部メンズも全て応援よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。あなたの瞳に映った私。やばい、ちょっと待って、いやいややばいね、これはやばいよ。あ、多分ね、あのやっぱ先月のサッカー犬のやっぱ魂受け継いでるよ、やっぱり1位がそのままね。おめでとう、ありがとうございます。皆さんもで、ちょっとあの一発ちょっとね一言なんかもらおうよ、せっかくちょっとマイクもらって、せっかくで、しかも月曜日の発表で1位が一発とか、いや持ってるよ、やばい。え、これヒロさん、これ結果知ってたの？俺今知ってんだから、一発同じ表、一発お前と同じ表情してたよ。目玉こうなってて、俺もやばい、本当にありがとうございます。いやいや、もうこっちよ、こっちよ、本当に